恐怖心みたいなのが普通にいて鬱陶しいと思うんだよね。あ、オッケー、これありがとう。で、こっちじゃなくて、こっちお前なんだよ。さよなら、どうも、ココナスです。バンジュラッシュ楽しんで発信しておりますので、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。ちゅうことで、今回は、レイリー玄関鏡の立ち位置検証よいしょ。はい、ということで、今回はレイリーを使っていきます。いろんな配信者さんが、最強キャラランキングを投稿されていて、やっぱり赤犬がトップに君臨してますよね。で、赤犬がトップにいるがゆえになかなかレイリーの声が上がらない。ただ当然ながら、玄関鏡でも強いですよっていう方もおられます。じゃあ実際レイリーってどれくらいの立ち位置にいるんだろうかという個人的なランキング付けが今回のテーマになります。で、今後もしご要望ございましたら、使えそうならばそのキャラ使ってみたいと思うんでコメントお待ちしております。本日こう。はい、しゃしゃしゃ。では、今回、レイリーさんの、評価受験中、赤犬が、トップじゃないですか。で、10点とするよね。で、あと、おでん10点。で、黒ひげが 9.5 点、ロジャー9点ぐらい僕の個人的なランク付けなんだけども、そこから、どれぐらいその10点評価で、レイリーさんに位置づくのかっていうところなんですけども、頑張ってね、ちょっと評価を個人的に上げれるように頑張っていきます。レイリーさん好きな、人とか、多いんでね、そういうとこ、これジャスいただいて、オッケー。マグマグ状態じゃない時とか普通に気絶入りますんで、そういう時にね、極力この赤犬さんとかを倒せていけたらいいなーって、こんな家があったらいいなーっていうところで、頑張っていきましょうと。今の CM ね、こんな家があったらいいなーみたいな CM あったよね、なんだっけ。それ置いといてさ、ウソップさん行け、頑張れ、もう頑張れ、ウソップさん。ウソップさんも赤犬きついと思うけど、わかるよ、その気持ち。すごいわかる。頑張ろう、一緒に頑張ろう。2連どころば、すごい、シンクロ率、しんや、おい、お前、遊んでんのか。シンクロ率が、これジャス、シンクロ率すごいな、このウソップさんたち。見ててめっちゃおもろかったわ。ただこれレイリーさんって何が強いかってさ、こうジャス回避される、ジャスト回避されるかもしれないみたいな、この恐怖心みたいなのが普通にいて鬱陶しいと思うんだよね。あ、オッケー、これありがとう。で、こっちじゃなくて、こっちお前なんだよ。俺の狙いはお前なんだよ。で、これ謎キャラ、これジャス、オッケー、砂嵐入れながらつついていくと、謎キャラ入ってった。さあ、あ、なごみの緑ちゃんナイスすぎないか、それ。ロジャス、赤い秘密だ。グッバーイ。いや、普通にいけるな。またおでんのね、これ攻撃牧場起きれないですよ、トツカが。それがちょっときつい。ちょっと待って、動かない。あ、オッケー。時差、すごい時差。でもここはちょっとブースト中なんで、極力倒してきて。これ、お？お？なんか全然、なんか、お、今何？なんかジャス回避できた。さ、2体めっちゃきついな、さすがに。あ、触られちゃった。ごめん。守りきれん。ごめん。ちょっと待って。これ逃げる。やばい。これ逃げるすぎる。さすがに無理だった。だからこれちょっともう死ぬと思うやん。ただこれ死にません、まだ。これ死んで交代してもいいんだけど、まだ死なない。なぜかというと、相手ブースト中断で、ここでね、ロジャー選手、ここにいることによって、ロジャー選手前線、今、真ん中きついと思うんですよね、マップ的に。なんで、ここにいることによって、ちょっとロジャー選手、あ、オッケー、ちょ、おでん来た、つ、ナイス、オッケー、もしの、はい、ということで、今の状況で僕が死んでしまうと、真ん中の方が、普通にやられてしまって、真ん中の旗取られるみたいなね、可能性が大いにあったと思うんですけど、あそこにちょっとうろちょしてることによって、ロジャー選手はね、僕の面倒を見ないといけないというちょっと、そのベイビーシッターみたいな感じなんだけど、ここしっかりと決めてって、そうすることによって、そのロジャー選手を前線に上げないようにするという意味で、ちょっと死ねませんでしたよっていうような、感じっていうのと、あと尺をどうしても後ろ伸ばしたかったっていうところですね。ということで、いいんじゃないか、OK、いいね、普通に強いで。普通になんかレイリーさんまだ戦いそうな感じもありますね。ということで、ありがとうございました。よっしゃ、という、今回全員超フェス。レイリーさん以外全員超フェスということで、ただこの超フェスラーを倒すことができれば、まだまだその立ち位置っていうか、ポジションとしていいとこいけるのではないかというところで、これ3発、ちょっと待てよ、落ち着いて、OKOKOK。なんで超フェスたちを全部倒していけば、これレイリーさんの株も上がるであろう、というところで今回頑張っていきましょってよ。おでんさん落としてな。これは下からすねツンツンですね、OK。下ツアスネツンツンしてって、この超フェスたちを全部もうジャス決めて火力上げてぶった切る。もうそれでね、しっかりとレイリーさんの株を上げていきたいと思います。ただ、これスキル溜まってない状態でね、ジャスしてあっち行った取って、グツグツって燃えちゃうだけなんで、しっかりとね、様子を、マジで、なんか超フェスオールスター感謝祭ぐらいに超フェスしかいなくない？これ。さっきロジャー選手いたっけ？わかんない。ジャス決めて、オッケー。で、これしっかりと決めていきます。本当にマジで、これは知らない。マジで超フェス感謝祭。あと、待って、ロジャー船長ぐらい。あと、さ、あそこのマムがやった、ロジャー船長いるもんね。だってほら、OK、あ、また。OK、集中。はい、しっかりと超フェス狩りを決めてて、普通に超フェス狩れてるやん。
うん、まあ、あとあいつだけか、あいつ、あの赤犬だけはちょっとあれとか、まあ、レイリーさんもちょっと気絶入れるか、あそこら辺全員気絶入らないんだけど、まあ、そこも落ち着いてね、しっかりとちょっと対処していきましょう。まあ、しっかりと見れば回避できるでしょうっていうようなね、あの感じなんだけれども、裏取り誰か来た、おでんさん、さおでんさんもこう、うわ早いって、そう出が早いよ、こう避けれへんのよ、これ赤犬さんにお願いしちゃっていいですね。おっしゃい見てないと思ったでしょ、ちゃんと見てたもんね。で、あと赤犬だけだ、あと赤犬倒せばマジフルコンプじゃねえか。あ、ロジャー先生も倒して、まあいいや、そこら辺は置いといて。さあ、わ待って、白ひげ状態じゃん、白ひげ状態は本当勘弁してよ。ちょっとセキュリ1個無駄したよ、待ってよ。またレマム大丈夫でしょ、マム大丈夫、オッケー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 。こっちをブーストまで耐えたいな、頑張ってブーストまでなんとか耐えていきたい。いやーごめんけど、ここでいけねえな、あそこはちょっと行ったとてあんま役には立てない僕は。うん、いやーごめんごめんごめん、これ任せろ、これジャスして、オッケーです、ここ決めてきます、ナイス。お前マジさ、これなんて、レイリーさんこうスキルスキルの本当なんなの、本当にこれさ、こうスキルスキルのが一番辛いって、レイリーさんに限って。ちょっと待って待って待って、燃えちゃうって。いやー本当ね、スキルスキルのがね一番辛いっすよね、レイリーさんの唯一とか、まあ、レイリーさんの弱みとしてはもうスキルが本当につけやすい。もう100回ぐらいねスキルつけてきたと思うんですけれども、まあそこがね治ればまだいけると思うんだけど、あのおじさ、ちょっと待てよ、ここは、全部無敵で合わせるしかない、ぶっ飛ばしてのと次ので、ここのおでんいける、いける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 、ナイスナイスナイス。ああ、まあしゃあないねこれは。はい、ということで、まあでも頑張ったよね。はい、一緒に進んでいくと、レリーさんの続きやっていこうかなと思います。まあ、今のところ使ってみても、そこまで評価めちゃくちゃ低いかって言われたら、そういうわけではね、ないんじゃないかなと思います。まあ、別に、普通に強いキャラには強いんで、まあ、赤犬がちょっときついかなっていうくらい、ただ別に赤犬に対してそんなめちゃくちゃ攻める必要もないかなと思って、おっしゅちゅー、偉い、これ偉い。このなごみの緑ちゃん避けれるの普通に偉くね。うん、で、そう、ないんだっけ。そう、別にそこのさ、向きになって別に赤犬に立ち向かおうとしなくてもいいんではないのかなと、まあ、いけるキャラを行くっていうところで、まあ、やっていけばいいんじゃないかなという面では、やっぱ普通に強い。ジャス回避して火力上がってね。これ、まあ、ウソップとかもそうなんだけど、はい、出ました、出ました。あ、これたち間に合うね。オッケーオッケーオッケー。こう、ジャス回に合わせてジャスしてくる人ね。これはさすがにジャスと。あ、オッケー。で、これ届け、うん、うん。めっちゃキモい声出ちゃった。さすが届かなかった。まあ、ストップ、うっといね、それは。このおでんとか、こう、ちょっとウーロクチョロされるの、本当に嫌なんだけど。ちょっと待って、やばい、やばい。頼んだ、ナイトメイさん、いけるか。頑張れ、頑張れ。おーっと、なんか、入れ替わり、立ち替わり。それはさすがに、オッケー、さすがに、スタート。あ、また、これ3発、いける。ナイス、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 ナイス。うん。まあ、普通にやっぱ火力高いですね。火力高いんで、まあ、ある程度の、キャラは倒すことできますよ、っていう感じなんですけれども。まあ、それ以外だけど、まあ、大体評価つけるなら 19.59、8.58、7.57 ぐらいでちょっとつけていこうかなと思うんですけども、なごみのみどりちゃん来るな。ロー、これは、着地ができます。いいね。火力やっぱ高いね、本当に。マジで火力高い。なんで、あとはいけるキャラ、うわ、こっち見てた。うわ、それうまいな。1爆1爆。待てよ、頑張れ。ロジャー選手も倒せる。あとは様子を見ながら、まあ、ジャストをちゃんと決めていくっていうところなんだけども、怖いね。今の中でそれ結構リアルなんだよな、あの犬神。また動かない。オッケー。これマジで便利。回避後の選手は、ちょっと無敵延長はマジで便利。それジャス。おいおい、前段ジャス回避できると思うなよ、ウソップ。おい、今度しちゃうもんね。前段ジャス回避できると思うな。それに無駄回避って言うんだよ。謎の見え張り、ただ失敗しただけ。さあ、この人はあの結構回避合わせてくタイプなんで、まあ、心配通常で積み合えばいいですね、このウソップさんに関しては。んで、ちょっとやばい。こうさ、ね、おでんとか毎回ちょっと嫌なんだけど、そこちょっと邪魔されるの、本当嫌なんだけど、ウソップさ、ここ頑張って、ちょっと OK です。通常で攻めてって、あ、待って、やばい、おどこ行ってんの、うー。はい、ということで、まあ、でも普通にね、何KOかできたんで、まあ、そこまでやっぱ悪くはないんじゃないかなと思います。で、環境ね、赤犬に、こう、なごみのみどりちゃんが強かったりしてる。また、レリーさん、普通になごみのみどりちゃんをワンパンしたりすることもできます。そういった意味ではね、強いから、ちょっと待って、ここ全員引いていくよ。はい、切るよ。まだ間に合うよ。ナイス。お、7KO、えらい。はい、一緒にシャスで、これ、今回はレリーさん、どれぐらいの立ち位置にいるんだろうか、ということでやっていきたいと思います。お願いいたします。でもこのステージちょっと元帥がねやたらめったりに強いので、まあ、そこ注意してって、これさすがにと個人的にね、そのやっぱそのマグマグ状態中だとどうしても赤犬がねきつかったりすると思うんですけれども、あ、それはさすがにオッケーオッケーオッケー。
まあ、こういう感じでその別に苦手なキャラに対して率先して倒しに行くっていうことは別にしなくてもいいのかなと、まあ、どうしても戦わなきゃいけない時とかあると思うんだけども、まあ、あの極力ね自分が得意なキャラを優先して倒していけばいいんじゃないかなと、まあ、でおでんとか、まあ、赤犬とか正直ちょっと苦手じゃないですかっていうのはもう味方さんの赤犬にあのお願いするっていうようなまあ感じでもまあいいんじゃないかなと個人的にはね、あそこのおでんどいい瞬間移動すな、うん、まあいいんかなと思うんですけれども、まあどうしても戦わなきゃいけない時はあるというところで、これはこういう感じでもう行ける時に行く、もうこういう感じで行ける時に行く、はい、でここはちょっとね味方さんとかをまあ対応して、これジャス決め判定がそのなだれてくる時がいまいちわからんのか、そこのちょっとやばい間に合わないかもしれん、ちょっと待てよこれやばいな、ちょ回避たまんないから、これさすがにちょっときついですね。はい、でももう一回レイリーやってみます。レイリーさんじゃなんか若干その回避の慣れみたいなさ、ちょっと回避の癖になれるまで若干時間かかってね、それ慣れたら結構ポンポンポンって回避できるようなんだけど、そこまでがまあまあ大変ということで、あそこちょ赤いのにお肉を取られたくない感じの、それも届くんだねっていう、それも届く、ちょ、危ない危ない危ない、オッケーオッケーオッケー、いや、マルコ強い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 よ、ヒーバーサス、青いヒーバーサスマグマっていうことで、マルコが一番強かったよ、の。っていうところで、ここら辺も、まあ、ちょっと様子隙を見てて、ちょっと一発なぁ、見えへんのよ、マグマで。あそこら辺も全部マグマで覆い尽くされるか、見えな、これジャス。無理だった。さあ、ここちょっとどうにか倒していきたいんだけど、通常で詰めて、通常で詰めるしかない。ブースト来た、後ブー強い。で、ここちょっと刺していくわ。オッケー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 。おー、なんか2体刺した。さあ、いいね。この貫通すんのいいね。で、これはジャスいただいて、オッケー。これウソップには対してほんと強いから。で、ここ、京志郎にちょっと取ってもらうように、ここを越させないぐらいのね、まあ、感じで、オッケーオッケー、取れる取れる。ナイス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 。で、真ん中も取れたらでかいな。ウソップマックスだろ。オッケーオッケーオッケー、いいね。いいね。マグマ強いな、やっぱり。マグマが本当に強い。さあ、ここら辺最後もジャスを決めていきたいが、これ、待ってよ。キットに合わせてジャス入れて、オッケーオッケーオッケー。で、倒していく。ナイス。いいダメージ入ってるけど、倒しきれてない。ジャス入れて、あ、じゃまた、やばい、やばい。まあ、これでも勝ちかな。オッケーオッケー。まあ、あの赤犬は倒せなかったけどね。オッケーオッケー、あざした。